はい、皆さんこんにちは、大手ゆいです。さて、今日はですね、皆さんに嬉しいご報告があります。はい、そうなんです。これまでですね、私が動画の中で何度かね、お話ししていたとは思うのですが、この度、なんと初めてのグッズを販売できることになりました。まずはね、経緯を説明すると、皆さん、この真っ赤なパーカーを覚えていらっしゃるでしょうか。このね、ロゴが入った、この後ろにはね、自分が撮った写真を入れたこのオリジナルパーカーなんですけど、まあ、遡ること2ヶ月ほど前にですね、私はこのパーカーを自分用に作りました。このね、動画を上げた時に、本当にね、思ってた以上に皆さんから欲しいとか、グッズ貸してくださいとか、温かいコメントをね、いただいたんです。まあ、正直ね、まあ、1人か2人くらいは、まあ、正直、まあ、欲しいって言ってくれるかなとは思ってたけど、まあでも本当にね、そんな、想像をはるかに超えるというか、私自身もちょっとびっくりするくらい反響をいただいたんです。で、それをね、やっぱ事務所の方とかも見てくださってるので、それを機に、こう、事務所の方だったりとか、これを作ってくださったメーカーさんだったりとか、すごいたくさんの人にご協力いただけるようになりまして、ちょっとグッズ作ってみたらっていうお話が出まして、今回、なんと、初めて作ることができました。私ね、本当にね、いつかやりたかったんですよ、グッズ作るのが。まあ今はね、コロナでちょっと難しいけど、みんなでね、なんかお揃いのやつとか着て、なんかイベントできたらいいなとか、本当に心の片隅で思っていたんです。だからすごいグッズ作るとかっていうのは、なんか憧れだったんですけど、こんなに早く皆さんのお声から、こういう機会をいただくことができました。本当にみんなありがとう本当にありがとう。もうみんなのおかげなの。まあ、ちなみにね、まあ、この販売するのは、まあ、もちろんこのパーカーは販売するんですけど、もう一つね、あるんです。それがですね、じゃーん、はい、こちらでございまーす。こちらはですね、ビッグシルエットのロンティーになっておりまーす。本当にパーカーが、ほんとすっごい愛用してるんですよ、これを。で、まあ、同じデザインで、なんか春とかもね、これから長く着れるやつ欲しいなと思って、作っていた時に、その事務所の方とかとお話しするようになったので、じゃあこのパーカーとロンティーと2つでどうかなっていうことになりまして、今回はこの2種類で、販売をね、することになりました。もうね、いつかはやりたかったんだけど、皆さんのおかげなんです。本当にみんな、いつもあったかいコメントとか、まあ、SNS とかもね、そうなんですけど、本当にいつも応援していただいて、ありがとうございます。イエーイまあでもね、私もね、まあ、そんなね、言ってはくださるかもしれないけど、皆さんもちろんね、お世辞だったりとかもあるとは思うんですよ。世の中そんな甘くないからさ。でも、もし買ってくださったら嬉しいなということで、この動画の次の日ですね、明日の12時から、48時間限定にはなるんですけど、事務所のホームページ上でオンラインショップがあるので、そこで販売することになりました。もう本当にこれは皆さんのおかげで動き出したプロジェクトなので、なので、もしそう思ってくださる方がいたら、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら皆さんぜひお揃いにしてください。これ結構ね、オーバーサイズになってて、袖もね、なんていうの、この萌え袖っていうのかなりビッグシルエットにしたんです。こうやって伸ばすとね、ほんと結構大きいんですよ、横幅が。私ね、体のラインがここなんだけど、広げるとこんなあるので、かなりね、カジュアルに着れるし、メンズアイテムとしても全然着れるんです。で、私的にはね、この後ろの写真がね、なんか赤の時とはまた全然違う印象になるので、そこもすごく気に入っていて、ワンピースの上から着て下スカートにしてもいいし、普通にね、こうやってデニムと着ても可愛いし、メンズもレディースも関係なくユニセックスで着ていただけるので、よかったらチェックしてみてください。あー、嬉しい。もしさ、これ着てる人がさ、街とかにいて私見かけたら、もうすごい嬉しいです。
ということで、今回はロンティのお披露目をしまして、皆さん明日から受け付けます。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。というわけで、また次回の動画で元気にお会いしましょう。またねー。